近鉄や中日など活躍した中村典弘氏が、元楽天監督で野球評論家の大久保博元氏の YouTube に出演。中日で打撃コーチを務めていた時にシーズン途中で配置転換された経緯を語った。中村は立浪が監督に就任した2022年に、中日の一軍打撃コーチに就任。しかしシーズン途中の5月に春年をコーチと入れ替わる形で2軍打撃コーチに配置転換。23年限りで中日を退団している。この件について大久保が、あれは何だったの？ノリが思うには、と質問。中村は、今でもわからないです。その理由もわからないんで、と答えた。大久保は、石川がノリみたいな打ち方をして、あれをやらせるのは大事だと思う。別に真似しろよじゃない。あれだけを映して、ノリの打ち方を教えてたみたいな。ああいうの辛いよな、と指摘。中村は、結果を出してほしいだけなんで、いろんなものをチャレンジしてほしいなと思った。なんか制限がかかるというか、と、指導の難しさを語った。今のコーチの最重要ポジションって、外野と内野守備走塁コーチだよな。教え方は本当に年々難しくなっていく。特に今は教えられる側が情報型で下手に余計なことや関係ないのを事前に仕入れているし。やり方や正解を先に教えても、納得できる論理的な説明がなければ聞き入れない。Z 世代やそれに近い世代はこういうのが多いんだよな。若手の長距離砲を育てるように言われて指導してたら2軍に配置転換。結果、石川も鵜飼も下降線をたどる一方や、中村のり3人に3年預けてたら、2人とも覚醒したかもな。まあ、誰かさんと指導方法が合わないコーチは、淘汰されてまうんやろね。誰かさんの成績はすごいけど、誰にでも合うわけではない。中村典さんが、シーズン途中に2軍打撃コーチ配置転換された時、監督の逆鱗に触れるようなことをやったのだなと否定的やったが、今では、どっちが正しいことをしていたのかは言わずもがな。どちらが正しかったかは、今の石川の現状を見る限り日を見るより明らかよな。